意外と忘れている簡単なこと、単位ベクトル、ね、これの公式知ってますかね皆さん。あのね、みんな意味は理解できてんだよね。意味は理解できてる。例えばベクトルこうありましたね。このベクトルの単位ベクトル言ってくれっつったら、まあ、つまりはさ、方向同じなんだけどね、長さ、これが1であるベクトルを単位ベクトルね、こういう意味は理解できてるんだけど、じゃあいざさ、じゃあこの元々のベクトルね、3カンマ4だったとしましょう。この単位ベクトルをあの座標で表せって言われた時に、うん、意外と忘れてますね。あの私の塾に来てる生徒さんにもね、聞くとね、もうほとんど忘れてますね。はい、まあ公式言っちゃいます。絶対値 A ベクトルの A ベクトル、これです。これが公式、うん、だから絶対値 A ベクトルっていうのはルート、X 座標2乗プラス Y 座標2乗、こうだね、分の1、そして A ベクトルだから、うん、こうです。はい、まあこれ5だから5分の1ね。5分の1、3カンマ4。あと掛け合わせればいい。これこれに掛け合わせて、はい。はい、これが単位ベクトルです。ね。まあね、あまりにも初歩的すぎてね、忘れちゃうんだよね。まあセンター試験にもしかしたら出るかもしれないのでね、一応思い出しておきましょうね。公式は、これです。絶対値分のね、元々のベクトルね。絶対値 A ベクトル分の A ベクトルで、ね、求めることができます。もしこの動画がお役に立てましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。